FX 比較スノーキーのブログの管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画では FX の、三角持ち合いとは何かということについてお話していきたいと思います。画面上に表示されています注意事項を必ずご確認の上、これから先の動画をご覧ください。ということでですね、三角持ち合いというのは、レンジ相場の中の一つ、レンジって一定の、値幅で動き方の一つなんですけども、その中でもね、フラッグとかペナントと呼ばれる、形状がありまして、今回はそのペナントですね、についてお話していきます。はい。でですね、そちらにつきましては、この私の著書の4章のこちらのページで、そもそも三角持ち合いとは何かということ、そして7章の184ページでは、利益を出すヒントの部分で、この三角持ち合いが出てきます。はい。お手元にお持ちの方はそちらもご覧になってみてください。ということでですね、3種類、大きく分けて3パターンに分かれます。はい、まず一つ目が、拮抗している三角持ち合いということでね、上値も下値も拮抗していて、どちらに動くかわからない。でも、レンジ相場というのは、以前にも YouTube で何回もお話したりとか、ブログ上でも書いているんですけども、エネルギーを貯めている状態なんですね。一定の値幅で、為替が動いているというのは、エネルギーを貯めている状態であるということで、このように先にだんだん尖っていくにつれて、どちらかにブレイク、つまり突き抜ける可能性が出てきます。でですね、このような綺麗な場合は、上に行くか下に行くかわからないというのが、正直なところです。なので、どちらにね、行く可能性もある。なので、ブレイクしたところから、順張りをするとか、上の場合ですと、この辺で、ロングポジションを持つとか、この辺でショートポジションを持つとかいうトレードをすることがあります。続きましてですね、先高感の強い三角持ち合いですね。はい。ご覧のように、下値が切り上がっていっております。徐々にこう上に行って、でも一定のレンジから抜けない。そしてここで一気にブレイクして上昇するという値動きをすることもあります。はい。なのでね、ここでロングポジションを持ったりすることが多いです。はい。続きまして、逆ですね。先安感の強い三角持ち合いということで、今度は下値じゃなくて上値が切り下がっていって、だんだん下降しているんですけど、一定のこの三角のレンジ内で動いている。そしてあるところで一気にブレイクをして突き抜ける。なのでこの辺でショートポジションを入れたりします。でですね、先ほどの私の著書の中ではここにプラスアルファして、時間帯というものを、加味してトレードをやっているということを書いております。はい。でですね、ちょっと実際のチャート画像を一つだけご覧いただきます。はい、こちら、米ドル円の10分足チャートなんですけども、このようにね、下値がだんだん切り上がって、この辺りは切り上がっていって、そして上値はこうちょっと、そこまで綺麗じゃないんですけども、大体ですね、三角形のようになっていて、で、あるところでこの溜まってるエネルギーが爆発して、このように上昇する。これちょっとイメージですね。もっと綺麗なのがあればよかったんですけども、先ほど探したら、なかなか綺麗な、その三角持ち合いが出てこなかったんで、こちらは例として挙げました。はい。でですね、この点線とかっていうのはね、自分で引かないといけないんで、こちらまた、過去にですね、メタトレーダー4というチャートツールの使い方について、水平ラインの引き方についてはお話ししたんですけども、水平じゃない、このようなトレンドラインの引き方はまだ、確か動画をアップロードしていなかったと思いますので、また後日にでも、そちらも、の表示の仕方も、アップロードしたいと思います。はい。でですね、最後に注意がありまして、必ずしもね、例の画像のように動くわけでもないので、そちらはご注意ください。はい。三角になっていっても、ブレイクしないときもありますし、逆に行くときももちろんありますので、あくまでもそういうことがよくあるというだけなので、ご注意ください。はい。ということで、今回はこのようなお話でしたけども、これ以外にも FX バイナリーオプション、システムトレード、そして投資に関するいろいろな情報を配信していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい。そして私のブログはこちらの2つありますので、こちらの2つの検索キーワードで検索してみてください。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。スノーキーこと小手川幸也でした。